今田美桜、同郷の先輩、なおはお世話になった恩人、とにかくやっぱり優しくて、お料理がとても上手。4月28日、日本テレビ系、SIP に今田美桜が VTR 出演し、同郷の先輩であるなおにお世話になっていたという、過去の思い出を明かした。イメージキャラクターを務める企業の天神店、福岡県、開店イベントに参加した今田、SIP のインタビューにて、番組の金曜パーソナリティであり同郷のなおについて聞かれると、福岡に住んでいる時にとてもお世話になっていた人、であることを明かした。バル、今田は、なおが、先に東京に出られてたんですけど、東京に行った時にお家に泊まらせていただいたりとか、ご飯作っていただいたりとか、とにかくやっぱり優しくて、お料理がとても上手なイメージがあります。と回想。続けて、すごくオリジナリティ。オリジナリティって言ったらちょっとあれですね。いろいろ調味料合わせたりとかして、すごい美味しいの作っていただいてました。と、なおに手料理を振る舞ってもらっていたことも明かした。バル、その後、スタジオで、オリジナルの料理とは何を作ったのか、と聞かれたなおは、おそらくその時アジアンテイストなものにハマってたので、なんか混ぜたんだと思うんですけど、変なものをミオちゃんに食べさせてないか心配になりました、と話して笑いを誘いつつ、今田との思い出を語るなど、仲の良さを覗かせていた。